ちは、佐野です。よろしくお願いします。はい、佐野です。皆さんお越しくださいました。ありがとうございます。今日はですね、富士フィルム GFX50S というあの中盤カメラを用いた、テーマはもう赤より赤い赤があるということで、赤の色調を使った赤の美しい作品もいろいろこうやって撮れると。そしてあのなぜ中盤なのか、なぜ GFX なのか、 GFX にしか実は撮れない世界があるということを、いろんな作例だとかいろいろなものを見ていただきながら皆さんに理解していただけたらなと思っております。まずですね、僕のこういった作品ですね、どんなものを作ってるのかということをする前にまず自分の自己紹介というこちらで、あまりにも顔プロフィール写真と僕が違うんじゃないかと思われた方たくさんいると思うんですけども、これが技術です。このうまくどうやるのかということに関しては、細かいことはあるんですよ。よく見ると首の V ネックの V の位置ずれてるの分かりますか。ずらすことによって首を長く見して手前の方やって、首がないのに伝わるようにしたり、詳しいことはあの後ろ上の原稿者で売ってる本を買ってみてください。では次行ってみたいと思います。はい、今私あの写真のワールドカップっていうののファイナリストになってまして、日本人初めてのポートレートでのファイナリストで、外国人が選ぶ日本のカメラマン1位ということで今選ばれております。5月にあの決勝があるものですから、こういったあの中盤日本初 GFX で撮ったものが世界でどのように評価されるのか、そういったものもまたあの5月に皆さんにメダルを取ったとかどうだったとか報告できたらと思います。では次に行きたいと思います。こちらの作品ですね。こちらの作品は、GFX を使って最初に撮った作品撮り、聖火バラを全部で5000本使って撮った、古代ローマの、逸話を元に作った作品でございます。こちらの方は富士フイルムのホームページの方にですね、動画でどうやって撮ってるかというのが載ってます。ただし皆さんそれを見るとですね、ひょっとしたらロバート秋山のクリエイターズファイルに間違えちゃう人がいるかもしれないです結構似てるので間違えずに、あ、長谷だな、冗談じゃなくて本当にやってるんだなというのだけ見ていただければと思います。はい、こちら5000本のバラを使い、これだけ細かい撮影、色、色調、こんなことができるんだというのを最初に作ってみた作品でございます。では次行ってみましょう。こちら会場の豊かさとレンズの良さですね。富士フィルム GFX っていうのは本体も素晴らしくいいんですが、レンズも込みでの現在中盤最高の性能を持っております。で、富士フィルムさんはもともと言ってみればよくあるんですが、中盤のレンズもずっと作っていた会社ですので、レンズに関して素晴らしい性能を持ってます。で、収差だとか黄色い、普通だと色温度これ8000ぐらいまで上げてるんですね。色温度8000ぐらいまで上げて肌の色が中和しちゃうとか、収差で肌が、赤い線が入っちゃうだとか、そういったことが一切なく撮ることができますよっていう、この顎のあたりとかのこう線が入らずに、収差の汚いこういうラインとかレインボーラインみたいなフリンチとか、そういったものが出ずに実は撮れるんですよというのをここでやっております。では次行きたいと思います。こちら先ほどはフィールドでスタジオにおいてもこれ一等通りですね。高精細であるがゆえに、もうまるで視力が 0.8 から 1.5 に上がったくらいびっちりと高解像になります。小さい携帯とかで見ても画質いいなって感じるのは高精細なものだからです。でスタジオでももちろん十分使いこなせるカメラですし、スタジオでもフィールドでもすごく使えますよという、こういう細かい色だとか明暗だとか肌の色、これはノンストロボでリファのみで、ストロボなしでリファのみで撮影をしております。定常光のみでこのような質感を出すことができますよということです。
こちらですね、あなたの街に星を届きましょうというテーマで撮ってます。工業団地、工場の煙で星が見えなくなってしまう、そんな場所に星を届けましょうというテーマで撮ってるんですが、これも GFX だから撮れた作品になります。なぜかというと、この星星座、これ蓄光塗料なんです。わかりますか、暗くなると光る夜光塗料、あれを使っているので、大きなストロボだとかを使ってしまうとどうなるかというと、そうすると光が飛んでしまうんですね。だからストロボは最小限でクリップオン一つだけ、クリップオン一つだけで、あとは高感度に頼って後ろを綺麗な丸ボケと工業団地を、工場のラインを出したくなかったんです。工場というのを光で表現して彼女を星を届けに来た、そういうテーマで撮りたかったので、やはり高感度特性 ISO3200 まで普通に撮れて、ノイズが入らず色が破綻せず、青の縁がふわふわっとフレンチが出ず、モアレも出ずということで、やってます。これは何が一番いいかというと、センサーの大きさです。こればっかりはどうにもなりません。はい、ここにこうやって比べてみるとよくわかる、僕らの顔の大きさがどうにもならないのと、マイクロフォーサイズ、フルサイズとよく言われてますが、はい、これがどうにもならないと一緒で、センサーサイズの大きさというのも絶対的なアドバンテージです。彼女が1ヶ月かかるニベアに、私は1週間でなくなっちゃいます。それぐらいセンサーサイズの大きさというのも絶対的なものなので、それに対してのノイズ、そういったものだとか色のりだとかダイナミックレンジに関してはもう絶対にどうしようもないアドバンテージなんだというふうに考えてください。センサーが大きければそれに当たる光も多く、同じ絵を撮るにしてもそれに集まった光の数がもっと多いんだと考えてください。では次です。こちらですね、フィールドカメラとして十分大丈夫だと。だからこういう雪山、これ雪山で110ミリで撮ってるんですけども、寒い中雪が降る中でも全然問題なく撮ることができますよと。寒い中暑い中いろんな条件っていうのがそれぞれフィールドにあります。雨降ったりもあります。その中できっちり作動するのか、特に心配なのは、寒い中で心配なのは電池ですよね。で、電池に関しましては、一度も電池交換することなくスーパーファインプラスローで250枚、全く電池がなくなることなく、これだけの寒冷地でも大丈夫でしたよと。ストロボメーカーさんのに関しては途中で電池がやっぱりなくなってしまった。通常寒いところですと電池がなくなりやすいんですが、GFX はファインダーを使わず背面モニターのみで撮影して250枚、雪の中でも全然大丈夫でしたよ。これは僕実際に確かめてみないとそうだと言えないタイプなので、実際雪山に行ってそれを確かめてきております。次ですね、こちらですね、レンズの良さということで、この綺麗な丸ボケとこういったものを見せてるんですが、この質感というのもやはり中盤ならではなんですが、大体どうやって撮ってるのか、本当にこのまんま、ね、合成やレタッチや CG 使わずに本当にこんな風になるのかとか、でそういったものも実際こうやって撮ってる現場だとかをちょっと皆さんにせっかくなんで見てもらいたいと思いますので、よかったら見てください。こちらです、このようにモデルさんを決めて、後ろ のキラキラと光ってたのは、サンキャッチャーですね。サンキャッチャーに光を当ててそれが玉のようになっていた。で、手前からこのようになっています。でこれは衣装は全て手作りです。で業者さんとかに頼んで全部手作りで、デザインも一からして、作品のために全て一から作り込んで撮影するという、そういったことをいちいちやっております。で、細かくちゃんと作らないと GFX 5000万画素全部出ちゃいますので、粗が出ないようにしっかりと作り込むということをやっております。次行ってください。こちらですね、こういう普通の水道のパイプみたいなものを使って羽を固定したりして、ここら辺はもうアイディア勝負でこういったことをやってます。はい、これは背中に背負うことによって羽を固定させるという、でここを紐で調整できるランドセルですね、そういったものをやってます。これはすごいアイデアに見えるかもしれませんが、ビクトリアシークレットさんがやってたことをパクりました。では次行ってみたいと思います。
ちらですね、大体距離感はこんな感じです。で、ここでよく見てほしいのは、背面液晶を使って撮っているということです。非常にこれ高い位置に行ってる。彼女自身が170センチ以上あって、非常に背が高い上に台に乗ってヒールに乗ってという状態になってますから、こう高く上げて背面液晶でこう見ながら、それで指でF を合わせと、そういう操作ができます。以前のカメラでしたら絶対できなかった、一眼レフではできなかった、そういった撮影の世界がここにあります。これは上からオパライトで光を落として、でここの後ろのサンキャッチャーに光を入れて丸いボケを作っているという撮影です。次行きましょう。こちらですね、細かくヘアメイクなどをやってます。で、距離的にこのように上から持ち上げてやってます。実際このスタッフのこんなちっちゃい女の子たちがね、一生懸命頑張ってやってくれてます。続きましょう。で、先ほどの状態で撮ると、これはしっかり絞ってるんですね。しっかり絞る、先ほどの開放してもいい、絞ってもいい、そして絞れば綺麗な丸ボケになり、ストロボで撮ってしまえばもうこのまんま。先ほどちょっと戻ってください。この上で覗いてください。この撮ったまんまシャッターを押せば、このまんまの状態のものが出てきてしまう。本当かよって思われるかもしれませんが、先ほどの動画を思い返してください。ひな祭りで撮ってる時に皆さんにお渡ししたパンフレット、それと同じものがもうそのまんま撮れてしまってるんですね。でそれの秘密についてはこの後なくなく、この富士フィルムの GFX についた機能をご説明させていただきます。続いてみましょう。色鮮やかさ、私結構色にこだわってます。色をものすごい使います。そしてただの単色ではなく、赤の中にもいろんな赤があり、緑の中にもいろんな緑があると思ってます。なのでダイナミックレンジというものは非常に大切です。色の多さ、発色の良さ、そして彩度が高くても飽和しない。もう飽和してたらダメです。もう耳も目がチカチカしてきちゃいますからね。飽和しない色の中でしっかりとこれだけの色を出すことができる。それも中盤、とにかく、富士フイルムの色の良さということになってきます。なかなかね、同じセンサー使っていても富士だけ色がいいっていうのがすごくあるんですよ。これはやはりフイルム時代から蓄積してきた色に対しての考え方、センサーが同じでも色が乗らないっていうカメラもあると思うんですけど、そういったのはなぜかというと、やっぱり色に対するノウハウなんですね。でそれはもうどこよりも強く、そしてダイナミックレンジは昔から非常にどこよりも広いと。それによって、モノクロばっかりの人とかでもこの後言うんですが、関係してくることが、ダイナミックのレンジの広さがどうなるのかということがこの後も見ててもらえれば分かるかと思います。次行きましょう。こちらモノクロ、私モノクローム展という今西麻布でやってます、ハービーさんとかいろんな方が出してらっしゃるところに今この作品を展示させてもらってます。 GFX のモノクロで撮影させてもらってます。モノクロのダイナミックレンジの広さ、白と黒で関係あるのっていう人もいるかもしれませんが、私の師匠もモノクロに関して教えていただいてる APA の長島さんとお話しさせてもらったんですが、モノクロはカラーだと、ただの白と黒じゃないと、薄い白から黒に変わっていくまでの何千もの色合いをうまく調和して作るのが、それがモノクロなんだということを教えていただいて、それまで私モノクロに興味がなかったんですけども、モノクロがカラーということを聞いてから非常に興味を持って、モノクロの展にこれで4年ほど参加させていただいて修行させていただいてます。やはりこの中でもダイナミックレンジの広さがあるがために、黒が潰れず同色のように見える色の中にでも実は細かく色が分かれているということが、そういったことが出てくると、階調の深みのあるダイナミックレンジの広いモノクロも撮ることができると。ここまでちょっと早回しで申し訳なかったんですが、GFX の良さだとか、ね、手持ちで軽いよとかいろんな良さをご説明してきたんですけども、私が GFX を使う理由、この最大の理由というものはこれだけじゃないんです。使いやすいとかね、軽いとかいろんなものもあります。電池の持ちがいいとか、
ね、いろんなものもあるんですが、一番の理由はこれです。赤より赤い赤が、ね、早口言葉みたいですけども、赤より赤い赤がこれは何なんだと、その何を言ってるんだと。私作品の中で最もこだわってるのは赤です。もう赤の出が悪いと、もうその時点でも画像アップしません。撮影ももうやめてしまうぐらいも赤にこだわってます。いい赤を出すために色の素材だとか、そういったものも非常に細かくねちねちと考えながらやってます。赤より赤い赤がある、それはどういうことか、次行ってみましょう。カラークロームエフェクト、ね、カラークロームエフェクト、なんか正義の味方の変身するような掛け声なんですが、カラークロームエフェクトという機能が GFX にはついてます。これがもう素晴らしいしかない。まあ、実際使ってみていただくと、まあ、この後その実際使ってみていただくチャンスのことについてはお話しさせていただくんですが、もう素晴らしいしかないわけです。通常オフにしているとこの平面的な赤がカラークロームエフェクトをストロング強いにするだけでこう変わっちゃうんです。何のレタッチも合成も CG も何も使わず、カメラ内だけで赤を赤よりも赤い赤にしてしまう。こんなすごい赤にしてしまう、深みのある赤にしてしまうと。これがカラークロームエフェクトの強さです。万能じゃないです。これフジフィルムさんの前でも嘘はつかないっていうルールなので、万能ではないと言ってきます。しかし今から言う条件を出すと、凄まじい宝石のようなルビーのような美しい赤を醸し出すことができます。次行きましょう。こちら、ヒガンバナの中で撮った作品です。ヒガンバナをここに置き、こちらは何もない状態に岩場、そこにモデルさんを置き、背面こちら側もヒガンバナ、これを110ミリで圧縮して撮っている作品です。ですから彼女がいるところは実は何もない状態を110ミリの圧縮で撮ってるんですが、赤がもう輝いて暗闇の中で、しかもこのモデルさんは劇団四季の方にお願いして、劇団四季の方にこういうことできますかって言ったところ、劇団四季だけに心配ないさと、本当びっくりするぐらい受けないですよ。選択肢は受けるんですよ、はい。これがこの彼岸花の中、衣装の赤、これが後ろにクリップオン1頭、そして手前の方から、プロフォト1頭のその2頭だけで、このように美しい赤がカラークロームエフェクトがこれ今日になっています。なぜこんな黒綺麗な赤がカラークロームエフェクトに出るのか、これもこの後ちょっと解説させていただきます。ある方法を使うとカラークロームエフェクトはさらに輝いて赤が輝き出すんです。次行ってみましょう。こちら色を落とした中でもカラークロームエフェクトを使うと赤がこのようにグッと際立ってきます。特に赤で少し多めで黄色、青はほとんど関係ないんです。もうこれはもう嘘ついても仕方がないんで、全部が万能なわけじゃない。でも誰にでも誰も撮ることができなかった、今まで撮ることができなかった